一番のコンセプトは、人に見せたい外観っていうのを永遠に残せる外観の良さと、ヤマハの今の最新の技術を融合させた楽器だと思っています。ヴィンテージサックスは希少価値も高くて入手困難で、しかも取り扱いも難しい、個体差も激しいっていうので、それに近しい楽器をヤマハのモデルから出すことによって需要が満たせるんじゃないかな。仕上がりっていったところはかなり気を使って作っています。塗料メーカーさんと共同で開発を進めて、なかなかそこまで良い性能と外観を持ったものっていうのはこれまでなかったですね。すごく難しい仕様だと思いました。一度塗装した上に彫刻を彫って、でその上にトップコートをかける、二重の塗装をするわけですよね。どういう方法を取ったら、綺麗にムラなく色をつけることができるかっていうことを、テストを繰り返しながら、ここまで持ってきたっていうところになりますかね。いかに量産性を保って仕様化できるか、そこが一番課題でした。弊社の開発と技術と3人でタッグを組んでですね、徹底的にその不良の原因というのを追求しました。ハンバーを世の中にたくさん出したいという目標に向かって、3部門がかなり密に協力して仕上げたっていうのが今回の仕様になってますね。我々が作っているものは世界最高峰の楽器だと思って自負してやっておりますので、今まで手に取っていただけなかった方々にも手に取っていただいて、やはりヤマハがいいと思っていただけるようなものを作り続けていかなければいけないかなと思います。やっぱりいい色を、お客様に届けたいっていうのもありますし、できれば多くのお客様にそういった、いいものを使ってほしいっていう、そういった思いで、今回使った仕様を検討させてもらっていました。ヤマハの品質の高いサックスと、融合したいいとこ取りのものっていうのを、全世界に届けて皆さんに楽しんでもらいたいなと思います。